はいお疲れ様ですイクイク選挙チャンネルいくちゃんです今日も早速動画始めてまいりますさようなら自民党の16回目、えー、岸田総理言うところの経済とはという話題で進めさせていただきます、えー、今日はですねちょっとがっかりネタですはい、えー、昨日喜びさんで動画作りましたが早速今日はその訂正です 残念です経済、経済、経済、はい、えー、月曜日の所信表明で岸田総理はこう連呼されましたと。はい、えー、でところで、経済とは何というところを,をまあ検索すると、経、え、世、ー、催民、国を治め人民を救うこと、警告催民、よを治め人民を救うこと。はい まあ単に金回りだけではなくて、えー、まあ国民人民を救うということですね。でところで、えー、今、国がしていることはとか、さらにしようとしていることは、えー、なるべく多くの税金を納めさせて、それによって公共事業、それから福祉、あと補助金ですね、これをまあ国民に配るよと。 はい、でこういうことで、まあ、あの国の経済はあ、日本の経済は国が管理するという方向ですよね。今、実質税負担率が50%を超えようとしていて、えー、ご公、ご民なんて江戸時代に例えられますが、まあ、江戸時代はね、まあ、公共事業も福祉も補助金もないですからね、ただ取られてるだけですから。 まあそれとは違うんでしょうが、江戸時代はほとんどお米で納めてますからね、国民の8割が農民だったということで、ちょっとそれと一概に被告はできないんでしょうが、とにかく国はまあ国民を信用してないということですね。たくさん金を取って、後から配ってやるからと、そこで公共事業、橋を架ける、道路を作る、港を作る。 えー、空港を作るということをして、えー、あとね、えーまあ、病気のために社会保険,社会保険から、まあ、困った人を助けるとか、大学に補助金、教育に補助金出すとか、えー、それからまあ補助金っていうと、こう調べると、どこの市長、まああ、都でも区でも県でも,もうやたらありますからね、えー、いろんなところに補助金が出ています。はい まあ、そうまあ一旦国に納めて、またもう一回配り直すっていうことは、まあ、それぞれで経費がかかっていますから、まあ、実は効率が悪くて、その経費っていうのはどこに行ってるのっていう、ちょっとそういう疑問もありますよね。まあ、とにかくなるべく税金を巻き上げて、えーまあ、国民は信用しないと、この国の経済は国が握ると。 まあこちらはですね、税はほどほどにして、公共事業、福祉、補助金などなどもほどほどにしましょうと。まあ、俗に言う小さな政府というやつですが、あ例えば、えー、消費税。消費税を今10%。あら、消えちゃった。消えちゃいました。失礼しました。なんで消えちゃうんだろう。失礼しました。えー、消費税が今10%、10%、えー。例えば、 まあポルシェでもいいです、レクサスでもいいです、1000万円の車を買ったら100万円の税金がかかる。えマンション、えー、今、東京のお新築マンションは平均価格が1億超えてるといいますが、もしも1億円のマンションを買ったら1000万円が税金ですね。えー、で、その税金をと国は取ってからもう1回何らかに使っていくと。それをやめて、えー、今ですよ、例えば10%をじゃあね、0%にしたら。 まあ 5%, パー5でもいいですよ。そうすると、1000万円のポルシェレクサスが、えー50、100万円だった税金が50万円、1億円のマンションの税金が1000万円だったものが500万円ですよね。じゃあ、10万円で何か、じゃあ旅行に行きましょうと、家族で旅行に行きましょうと、10万円で、えー、税金がトータルで、えー、1万円かかってたものが5000円で済むと。はい ということですよね。だから10万円を10万円そのまま使ええーえーえー、今までは9万円しか使えなかったけど、9万5千円使えます。もしもう0%なら、えー、10万円まる使えますっていうことですよね。もしもですよ、もしそんなことが起こったら、今ちょっとね、欲しいもの我慢してた人たち、ブランドのバッグとか服とか、えー、子供に何か買ってあげたいとか、ねえー、どっか旅行行きたいみたいなそういう我慢が一変に吹き飛んで、 きっととすすすごい経済が活性化すると思うんですよ、ね、まあ一時的にバブルになるかもしれませんが、まあ、そういうことをしてこうあの、まあ、景気が良くなればお金が入ってくるんだから使ってもいいよねまた使えばまたお金が回ってくるよねっていうのが私は経済だと思っていたんですね。だけど国ははそういういいことはほぼ否定している とにかく国,国民がそんなことをするとけしからんとあ。またバブルが起きてろくなことにならないから、とにかく国が管理するぞというのが、この国の考え方ですよね。これって、この考え方って、えー、資本主義なんでしょうかこれって、えー、ねえ共おおお、共産、共産じゃないや。 社会主義、共産主義ですよね、えー。岸田総理の言うところの新しい資本主義っていうのは、新しい共産主義ですよね。しまいには、国はこれ、もうほぼ100%徴収して、後から配るなんていうことをしかねないですよね。これをほっとくと。まあ、日本は世界一せ、えー、成功した共産主義国だとも言われていますが、まあ、 こ,この人がですね、こいつがですね、きっととんでもないことになりますよ。これが、そうですね、もう、例えば、もう、こんなことですよ。ね、もっとかもしれないですね、もう、もうこんなことになるはずですよね。 と私は、えー、思いました。是 <laughs> に押しつぶされるのではないでしょうか。まあ、そんな心配しきりです。で冒頭申し上げた、えー、心配事というのがあ、がっかり事ですね、というのは世耕参院幹事長です、世耕広重幹事長です。異例の総理批判でしたが、 まあ、支持率が向上しないのは、お前にリーダーシップがないからだと。お前なんかにリーダーの資格はないぞと。リーダーの役割は、俺の方がよっぽど勉強をしてると、あれだけ大見えを切りましたが、ああ、今朝ね、えー、どうやら岸田総理に詫びを入れたそうです。総理が怒ってるよっていうのを聞いて、詫びを入れに行ったそうです。えー、そんな、そんなね、詫び入れて訂正するぐらいだったら、最初から言うなよって。これ、プロレスですか最初からって。 もうがっかりしたなまあ、瀬香さんは、まあ、安倍派の中で、こうね、頭一つ抜き出ようとあ、まあの。安倍派の派閥の長になろうとしてるのかと。で、次の総理を目指すのか、次はあ、二階さんの選挙区で立候補するのかと、それぐらいの心意気があって言ってんのだと思っていましたが、さっぱりそんなことはなく、何の考えもなくただ言っちゃったんですね。えー、まあ、言ったら気持ちよかったからですかね。 ということで、はいえー、世耕さんの世耕の乱は、えー、幻でした、はい。ただ言っただけ何でも何でもありませんでした。ちゃんちゃんということでございまして、まあ、自民党はそんな状態ではありますが、果たして年内解散はあるのでしょうか。任、え、期、ー、が来る前に解散はあるのでしょうか。ということで、もしもありましたら皆さん、選挙に行きますか。えー、面倒だから行かない。誰がやっても変わらないから行かないはい。 えでも今度は違うかもしれませんよ。参、え、政、ー、党ももう少し勢いが出てくるでしょうし、でなまあ、何よりも維新が、ねあのえー、倍とは言わないけれども、ね、30%、50%は議席アップするでしょうし、えーっとですね、一番楽しみにしているのは、日本保守党がです、ねえー、福井一区。 稲田さんの選挙区、それから古谷さんの選挙区、これ、岐阜ですね、それと埼玉、新党さんの選挙区に、えー、新しい候補を立ててくれれば、強力な候補を立ててくれることをですね願ってますね。 えー、もうそうしたらね、本当盛り上がると思うんですよね、えー。そんなこと言ってるのは我々だけでしょうか。我々ねネ、ネトウヨと呼ばれてな人たちだけでしょうか。ということで、えー、本日ちょっと短いですが、動画以上とさせていただきます。はい、えー。最後までご覧いただきありがとうございます。お疲れ様でございます。失礼いたします。